こんにちは、VP 陣上のガルアです。イーストアジアチャレンジカップも第5節、第6節、グループステージ最終日となりました。決勝トーナメントに進めるのはどのチームか。そして各グループの順位表はこのようになっております。それでは早速グループ1から見ていきましょう。なんとしても勝ち点3の惜しいネバーセイネバー対中国勢ベスト11の対戦です。後半53分試合は動きます。ネバーセイネバーのボールをカットしたベスト11が素早いカウンターを仕掛けます。ここはカウンターのチャンス。ドリブルで果敢に攻め込みます。素早く攻めに切り替え、勝ち点3の惜しかったネバーセイネバーですが、次の試合の結果によってグループリーグ敗退となるか決定してしまいます。そしてネバーセイネバーは同じく日本勢 FC ピカチュウと直接対決。果敢に攻め、前半終了間際1点を先制します。Well, as you can see, it's really superb play. He thinks a lot quicker than anyone else. He gets his head on it. It's a great finish. He has time to play. このまま1点リードを守りきりたかったところですが、後半73分 PK を与えてしまいます。Well, the referee making it clear on a different day, it could have been a booking. これを落ち着いて決め、同点になります。そしてそのまま同点のまま試合終了。日本勢対決は FC ピカチュウが制しました。ネバーセイネバー残念なことにグループリーグ敗退。そして首位が確定している FC ピカチュウ対中国勢オールドドライバーの対決になります。ピカチュウ絶好調の FC ピカチュウは前半27分に先制点を奪います。続く後半56分にも2点目をゲットします。スペースフォーコース、マスクスコア。What a lovely strike! Lethal piece of finishing, drilled home with true conviction. そして直後の62分、3点目をゲット。もう勢いが止まりません。And no wonder he's enjoying himself. Well, as we can see again here, he knows exactly what he's doing and kids all. Will it be?こう試合終了間際にオールドドライバーが1点を返しますが、 FC ピカチュウは絶好調で決勝トーナメント進出します。そしてグループ1の最終順位はこのようになりました。1位が FC ピカチュウ、2位が中国勢のベスト11、3位は日本勢残念ながらグループリーグ敗退、4位はオールドドライバーです。続いてグループ2を見ていきましょう。それではグループ2を見ていきましょう。グループ2の初戦は負けなしのホワイトストーン対同じく日本勢エルマゴです。 London, welcome to Loftus Road. I'm Derek Ray, joined here on the commentary box by Lee Robertson.試合は最後の最後まで動きませんでしたが、終了間際後半80分にエルマゴが貴重な先制点。このまま試合を決め、ホワイトストーンに黒星をつけます。次節のために望みをつないだエルマゴ、次節の結果次第で決勝トーナメントに上がれるかどうかが決まります。
そしてそのエルマゴ対中国人のレッドデビル、とてつもない試合になりました。From a city of canals, but also a city of football. We're in Amsterdam at the Johan Cruyff Arena. 快速軽快なパス回しを見せるレッドデビル、そのままエルマゴの陣地まで入ってパス回しを続けます。The possibility that safety could be assured come full time. This ought to be a terrific spectacle. そしてその触れさせることもなく前半2分ゴール。エルマゴ停滞スタート。Defending has to be a priority in my book. This lot just don't seem to get it. They're in big trouble now. Robertson. そして後半63分、エルマゴは意地を見せます。なんとか引き分けに持ち込む。そして終了間際、後半87分、このまま引き分けでしたら決勝トーナメントに行けたところ、勝ち越しゴール。 This is why we adore this game. Late drama and now they're in front.Well, it looks like the game is over, but no, there's another chance. And there it is, back of the net. It looks like the winner. 終了間際に決められ、無念のグループリーグ敗退となってしまいました。Cross blocked. And that is the end of the contest, and not a happy...そしてグループ2の結果はこのようになりました。1位はホワイトストーン、2位はレッドデビル、3位は惜しくもエルマゴ、そして4位はバンドオブブラザーズになっております。そして6節終了時の得点ランキング、アシストランキングはこのようになっております。 FC ピカチュウ未来3が前節4節の時にハットトリックで単独1位、そしてアシストランキングもピカチュウからガキシモです。そしてグループステージの結果はこのようになりました。ということで上位2チームは決勝トーナメント出場。そして決勝トーナメントの組み合わせこのようになりました。それでは次回の決勝トーナメントもお楽しみください。それでは VPG ウェアガロアでした。